バルキヤールクは、セルジューク朝の、第五代スルタン。アッパース朝カリフから授けられた孫号は、サルタンアルエー、ザムルクンあるドーラワールジーンアブアル、ムルザーファルバーカイルクヤミーンアミルアルムアイムイニーン。父は、大セルジューク朝、第三代スルタンのマリクシャーで長男。聖母は、マリクシャーのいとこズバイだ。年月に、父が死去したとき彼は、 マリクの息子の中で最年長であったが、イボテイで4歳のマフムード一世の聖母であるテルケン、ハトゥンの格索によって、マフムードを一世が即位した。だがバルキヤールクは最小だった子ニザームルムルクのシ者らを味方につけて対抗し、セルジューク朝で内紛が始まった。だが1094年11月に、マフムードが創生したため、単独のスルタンとなった。だが、 今度は、オジノトテプシュとイランの派遣をめぐって争い、1095年に、これを廃止せしめた。それから5年後の1100年、今度は、イボテイのムハンマド・タパルトの間で、スルタニンをめぐって対立。5回も合戦を繰り返して、最終的に1104年1月に和訳を結んで、イランの中央部を、バルキア・アルクが、アゼルバイジャンやイラク北部、アルメニアなどをムハンマドが得ることになり、 スルタンの権力は全く弱体化した。それから11ヶ月後、連年の内紛のためか25歳で病死。息子のマリク・シャー2世もすぐに没して、スルタン医はムハンマドが継ぐことになる。1080年説もある。即位、在位に関しては、イボテイのマフムード1世と並立していたとされる、内紛に明け暮れたため、同時期に開始された十字軍に対抗することが、 できなかった。ABCDEFGHIJ イタニ2002、P106AB イタニ2002、P105。ありがとうございます。